こんな感じでもう先に踏切が鳴って、あとはゆっくりと到着を待つという感じなんですね。7時台にあるもんな、20分ぐらいまた来るもんな。じゃあせっかくだから発車シーンを見てって次の列車で行こう。危なかったね、これは。本当雨だったら、こんなのんきなこと、悠長なこと言ってないですからね。あと、雨雲レーダーで言うとね、雨雲レーダーを見るとね、こうですからね。今、ここだけね、きれいに晴れてますが、両脇真っ赤っすからね。危なかったっすよね、これ。ちょっと外れたところの、撮影だったら、もう、どっしゃぶりっすもんね。で、せっかくだからちょっと調べてみようか。隣の駅って、一つ、南の隣の駅って何があるんだ？あ、天車台跡とか、あ、城原駅にあるのか。越中山田から、次のとこは福光駅なんだ。ここまでの経路を、歩きで36分かかると、45分から36分かかるとだな。7時9分はおろかか。9分はおろかか。うん。よし。戦略的撤退。それは無理だ。城花までの、城花もちなみに歩いたらどれぐらい？城花駅までは、歩いて32分。歩いて32分。うん。32分。あ、ちなみにね、今、さっと見てた、これがさっき通ってきたところで、そこの出口ってなったのは、まさに今降りてきたインターのところなんで、本当にインターからすぐ近いところなんですよ。いやー。乗り過ごしたね。乗り過ごしたね。どうしようかな。次何分だったっけ？あ、こっちの方はなんか古い階段なんだね。言われありそうな感じ。あ、で、ここに、最新の感じがついてる。面白いな。飲み差し置いてある。忘れてたよね。ここの53分空きはね、さすがにね、見逃すときついから。高岡行き、いまいちちゃんと分かってないんだよな。路線図はない。高岡まで510円。城原で、そっか、高岡から先なのか。そのまま富山の方に直通するやつがあるのかな。はあ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 、そういうことか。高岡方面は、つか、そか、さっきのが折り返してくるやつが、35分で、あ、違う。その次の7時ちょうど、さっきの折り返してくるやつが、富山行きなんだ。いや、そのまま富山まで行けんだ。なかなか行く距離だね。へぇ、高岡まで。氷見まで直通で買うと、あ、でもいいか、氷見まで出たら次が能登半島の方にストンと出れるから、氷見までやっぱ車で行った方がいいね。車で行って反対側を抜ければ、反対側じゃなくても、七尾和倉温泉だから、違う、そのまま海沿いを走っていけば逆に車だったらめちゃくちゃ早く行けんだ。よーし。そっちのルートで目指していこうか。よーし。今のうちにね、こういう時にね、道中のね、工程を作っていくんですよ。いやー、世の YouTuber の皆さん絶対真似しちゃダメだよね。こんな無計画。いやー、無計画だな。今日も我ながら無計画だ。こっから近く何か、コンビニかなんかあるかな？コンビニかなんかないかな？
駅こっち側で、今見た交流センターとかがあって、農園とかはある、公民館もあると、あるらしいけど、バローの物流センターはあるらしいけど、これコンビニないかな？これはないそうかな？なるほどな。なるほどな。そうかな、そういうことかな、スビトンチェンジ出すよ。何でもいいから出してくれ、チェンジ。セブンイレブンに行くぐらいだと、城原駅まで歩いた方とあんまり変わらん。あ、逆に福光池あるんだ。福光の周りは結構いろいろあるんだね。なるほどな。なるほど、なるほど、なるほど。多いわ。こっちは多いんだな。なるほどな。うん、越中山田は。よし。諦めて、10分ぐらい散歩しよう。反対側をもうちょっと見ましょうね。いや、どうかの取れ高だのためですよ。そう、すべてはどうだかの取れ高のために私はやったんですよ。わざとだよ。わざとだ。そんなね、そんな乗り遅れなんて初歩的なミスもね、この動画が当たるときには動画投稿歴15年ですよ。え、クロートの人がね、やるわけないって。どっちか。次の電車とか多分通学の人とか乗ってくるんだろうな、高岡の方に行く。あ、自然の空気が美味しい。うん。そろそろこっち側も見ようか。